誰かが僕を揺すっている。名前も呼ばれている。うざったい。もうちょっと寝かせてもらえないか。左足が異様に痛む。こんなひどい現実は、ね、1年に一度あるかないかな。なぜか肩も痛む。痛みと、猛烈な怒りに目が覚める。どういうこと？殺してやる。身を起こした先にいたのは先坂ではなかった。誰だったか。頭に怒りの湯気でできたもやでも、霞か、もやか、でもかかったようだ。レンジさん、よかった。よく知っている女の子が安堵したように言葉を続けた。遅かったので、様子を見に来たんです。そしたら、入り口で倒れていたものですから。今の僕には自分の体のことやこの女の子のことを気にかけている余裕はなかった。さきさかはどうだ？え？あのボロボロのクソ女だよ。僕の足を潰しやがった。あのどなたでしょう。私が来た時にはすでに誰もいませんでしたが。そう、ありがとう。追いかけて殺してやる。女の子が何か言ったが、報復に胸がいっぱいで耳に届かない。どういうこと？小屋を飛び出し森をかけた。足は？まだ遠くには行っていないはずだ。どこだ？出てこい。叫び声が夜の山にこだまする。耐え難い殺意に脳で火花が散っている。草をかき分け、歩きに歩いた。とっくに人がいる、とっくに人が入る参道らしき道は踏み外していた。また後ろから女の子の悲痛な声がする。僕を心配し後を追ってくるのがなんとなく分かった。目の前が、暗い緑の森に消えていく。でかい木にぶつかり、肩を打った。何かの枝が僕の額を引っかき、皮膚を裂いた。足元さえ見えない。湿った重い草に足を取られる。斜面を滑り降りていた。どこに向かっているのかもわからず、サキサカを探した。レンジさん、落ち着いてください。いつの間にいたのか背後から抱きつかれた。レンジさん、レンジさん。胸を回り固く結ばれた女の子の手がうざったい。思い切り振りほどいてやりたい。八つ当たりでも何でもしてとにかく自分が楽になるのが先決だった。闇の中、首だけ振り返る。怒鳴りつけてやろうと腹筋に力を込めた。強烈なめまいが襲ってきて声にならなかった。どういうこと？記憶があれか、戻ったってこと？ならなくてよかった。大丈夫ですから、大丈夫ですよ。ルミがひときわのぶとい声で僕を強く抱きしめた。ルミにもたれ脱力した。汗が垂れ目がかすむ。このまま眠りの底に落ちていきたかった。何かが始まる予感は火がくすぶるように消えていない。アドロミからなかなか目がさえ、覚めきらない。誰かを思いっきり憎んでいた気がする。体が鉛を乗せられたように重い。憎しみの矛先を把握し、留飲を下げないと立ち上がれそうにない。僕は時間も忘れ、ベッドの中を泳いでいた。時計を見て、焦りを通り越して開き直った。
とっくに登校時間は過ぎている。いつもなら屋上でルミの弁当を食べているはずだった。そんなにか。義足を履かず居間でぼんやり過ごす。歯を磨くために洗面台に立つと首の付け根あたりが赤黒く腫れ、血が固まった跡だ。よく見れば、切れ切れの、途切れ途切れの傷が、一枚の緑葉を思わせるような小さな楕円を描いていた。あ、噛まれたとこか。そういえば朝からずっとズキズキとくすぶるような痛みもあった。感染症になっとるんじゃない？大丈夫？噛まれた。不意にそう思ったが、相手も理由も状況も思い当たらない。念のため消毒してガーゼを当てておいた。昨晩のことを思い返そうとするのがなぜか億劫だ。憎たらしい誰かに何かをされたのは明白なのに、思考がまとまらない。犬にでも襲われたのだと歯型から考えてもありえないのに、そういう結論でよしとしたくなってくる。何気なくテレビをつけようとした時、ちゃぶ台に、書き置きがあるのに気づいた。朝ごはんは冷蔵庫にあります。学園にはお休みの連絡をさせていただきました。丸みを帯びた可愛らしい文字だった。気だるい意識が覚醒していく。僕は昨晩ルミにひどいことをしたのでは。背に汗がにじむのを止められなかった。なんかあれだな、みんな背中に汗をかいてるな。過ぎたことを恨んでいる場合ではない。おお、さとみ、体調はもういいの？お、昼休みは終わり、午後の授業が始まろうとしていた。ルミちゃんは？朝見かけたぞ。で、はんはん。喧嘩でもしたか？先生の目がいやらしく細くなる。喧嘩したのか？それとも…え、何？先生に言えない楽しいことしたんでしょう。ああ。ん？いや、何もしてない。ネタもなかった。具合悪いんじゃない？帰れば？妙な心配をされた、妙な心配のされ方だった。授業中、前の席に座るルミが気になって仕方がなかった。教壇に立つ先生から指名され立ち上がった。聞いてなかったのでどうでもいい冗談で教室の笑いを取った。ルミが振り返ってくれないかと期待する。しかしルミの背は動かない。落胆して椅子に座る。隣の空席となった英二の、机を眺める。もう都会から流星のように流れて消えた転入生のことは話題にも上がらなくなっていた。授業終了のチャイムが鳴ると先生が退出するのも待たずルミに声をかけた。昨日ごめんね。何をしたのか覚えていないので謝るしかなかった。置物の人形のように座っていたルミはキョトンとした顔だ。どうしました？そんなに慌てて。いや、昨日作業小屋でさ、僕が押し倒されて、前後の記憶が漠然としている。押し倒した？何何、珍しく遅刻してきたと思ったらさ。
学校で話すことじゃないと思うけど、嫌いじゃない。ルミはと、特段僕を避けているわけではなかった。僕は昨晩の返事を脚色しつつ仲間に話す。あの山はまずい、ゾンビが出る。おい、サヨがちびってるぞ。いやだから、実体があるやつはグロくても平気。サトミくん、そのゾンビは走るタイプ？そこ重要だから。喋るタイプだな。世界がどうとか脳みそが溶けてるとしか思えないことを言ってた。そのゾンビさんにつかみかかられ、押し倒されたと。ほら見てよ、左足を食べられたんだ。何かを車窓から過ぎる景色のように忘れていく。ゾンビではなく、よくよく、ゾンビではなく、よく知る人間だったし、僕はそいつを恨んでいるし、恨んでいいだけの理由があった。ちょっと待ってくれ。ちょっと酷するわ。いくらなんでもひどすぎる。足といえば、何かとてもグロテスクな怪物の胸に襲われたような非科学的な妄想にとらわれる。詳細を思い出そうとすると、猛スピードで僕に迫る車のヘッドライトに記憶の像が描き消えた。で、どうやってそのゾンビ倒したの？ルミちゃんが助けてくれたんだ。模造刀でダメージ入った？あなた、おっと、失礼。あなの、私が来た時にはそういうお化けはいませんでしたよ。冗談もその辺にしとけば。ルミが朝から心配してたよ。もちろん冗談も混ぜてるんだが、恐ろしい目に遭ったのは間違いないんだ。確かに、あんなレンジさんは初めて見ました。どんなレンジ？その、何かに怯えていらっしゃって、とても怒ってました。意外。さとみくんって怒るんだ。なんで写メ撮っとかないの、ルミちゃん。僕は恐る恐る聞いてみた。まさかルミちゃんに怒ったりした？いいえ。夫胸を撫で下ろす。優しいな。でも本当に覚えてないんですね。僕はどうやって帰った？だいぶ山道をそれていましたが、歩いて帰りましたよ。何か言ってた。ルミの表情がこわばる。誰かを、あれ？小首をかしげる。誰でしたか、名前は失念しましたが、その女性、いや男性かもしれませんが、とにかく誰かを許さないと。なんか穏やかじゃないね。お前ちょっと疲れてんじゃないか。あなた疲れてるのよで済む話じゃなさそうだ。誰か嫌い？長門かな。ぼんやりと口に出すとつっかえが取れた。
それは、整頓した本を改めて見渡した時に似て、ちょうどそうあるべきものがある場所に収まったような快感だった。長戸ってこの前のあのイギリスの紳士みたいな？トールをボコした人だ。ん？おう、長戸な、あの長戸な。さよと忍の中ではトールを殴ったのがエイジではなく長戸ということになっている。さとみくん、よくあんな人と喧嘩腰で喋れるよね。私なんか怖くて何も言えなかったよ。さよちゃん、その長戸さんはどういう方なんですか？私も知らないけど、あっちゃまずい人って感じだった。パトカーを平気で待たせてたし、トールも災難だったね。小指一本で済んでよかったよ。てか、レンチと二人で出くわしたの？え、うん、たまたま一緒に帰ってさ。へえ、珍しいな。そう？ちょっと気になっとるやん。サヨはなぜか顔をあからめた。なぜかではない。サヨはトールに惚れているんだった。僕と二人きりで帰ったとはあまりトールに知られたくないのかもしれない。レンジさんはその長戸さんとはどういうご関係で？これにはさすがに驚いた。ルミちゃんは知ってるよね？ルミはぽっかりと口を開けた。何？教えてよ。言いたくないなら言わなくてもいいけど、気になる。なんか世界が、あれおかしくね？なんか世界が変わってない？確かあれだよな、なんだっけ。どういうこと？タイムスリップでもした？そんなことないよな。僕は仕方なく面白くない話だけどと前置きして続けた。この左足を潰したんだよ、暴走運転でね。世間には知られてないけど。するとみんなの反応は一様に変だった。違うね、今お前の左足はあるんかないんか。その口ぶりはあるような言い方、違うないような言い方だったよな。けどあるんか。そんな大事なことは。なんか変じゃね？誰かと間違えてない？でもさとみくんがそう言うなら。だってみんなの反応はほら、だってあなた左足あるじゃんみたいな言いぶりやん。前も工藤先生がこんなリアクションだった。もう過ぎたことだ。一体僕は何にそこまで腹を立てていたのか。長戸は恨めしいが、友達やルミの前で生きり立っても何も始まらない。まあいいじゃないか、こうして元気に毎日ゲームできるわけだし。最近してないくせに。その凝り性で飽き性なの、いい加減にしろよ、マジで。話題をそらせばすぐに長戸の雑談は流れていった。ルミだけは焦点の合わない目で僕を眺めていた。ルミ、今日は水泳いいの？ルミは下校時刻まで上の空だった。サヨに呼び止められ、眠りから覚めたように背筋を伸ばした。
ですか？モッチ、サトミくんも付き合ってよ。いいけど、車椅子専用の競技レーンはあるかな。プールサイドでさ、見てればいいじゃない、私たちの水着姿。つまりそういうことか。足はちゃんとないんだな。うん、足はちゃんとない。はい。さよちゃん、それは恥ずかしいですよ。昔から使ってるすく水だっけ？はい、ピチピチです。さとみくん、新しいの買ってあげないの？いやいや、それはそれでよろしいものだからな。とはいえ、あまり公共の施設でこの左足を直に晒したくはなかった。僕は気にしないが、周りの人、特に子供を驚かせてしまうかもしれない。いや、気にしないと考える時点で気にしているのかな。何より入場できるのか、職員に事情を話してズボンを履いたまま。ルミ出た。いつの間にか錦戸が遠巻きにこちらを見ていた。あ、錦戸さん、お昼はありがとうございました。ルミは宣言、ルミは昨日の宣言通り錦戸と時間を過ごしたようだ。岡部さんも、里美くんに伝言どうも。ああ、はいはい、岡部とか言われたの久しぶりだな。さよちゃんはお友達多いですからの。それだけ。さよなら。錦戸さんも一緒に隣町のプール行きませんか？は？水泳は嫌いですか？水着会来るんかな。得意だけど、今から？ルミはにっこりとうなずいた。錦戸は澄ました顔のまま考え込んでいるようだった。二人の邪魔しちゃ悪いかな。僕に顎を放る。それ言ったら私もだから。さよが声を出して笑う。行こうよ、せっかくだし。予定あるの？ちゃんといると楽しいですよ。美味しいたこ焼き屋さんを筆頭に、楽しいお店をたくさん知ってるんです。ルミにしては強引な誘いだった。錦戸は観念したようだ。車待たせてるから乗ってく？一旦水着取りに帰るけど。車で隣町行くならあれだよ、双子トンネル通らないでね。あ、無理でしょ。さよちゃん大丈夫です。お化けはすべてこの不祥犬塚が切って差し上げます。なんだか女子会の様相を呈してきたな。錦戸とルミを一緒に連れて遊びに出かけるのはなんとも気まずい。僕はまだルミほど錦戸に心を開いていないし、今後も縁が切れるものだと思っている。足のこともあるし、どうにか逃げれんものか。ああ、さとみ、まだいたか。よかった。だから工藤先生からの呼び出しは渡りに船だった。女連れのところごめん、ちょっと来て。
海たちに詫びて工藤先生に従った。